皆さんこんにちは。僕はですね、アメリカのワシントンに来ております。アメリカワシントンダレス国際空港3レター IAD に来てるんですが、今から日本に帰ります。で、今回利用する航空会社なんですけども、久しぶりに ANA の国際線の長距離線ですね、こちらを使って東京の羽田空港の方まで帰ります。まあ、最近結構 JAL の国際線使うことが多くてね、長距離線の ANA の国際線というのは乗ってなかったんですけども、今回久々の ANA 国際線ということで、まあ、今までね動画楽しみにしてくださってた方も多いのかなと思います。最近 ANA の国際線の動画が少ないという声も多かったんで、ちょっとまたねスターアライアンスの航空会社もねこれからどんどん乗っていこうかなというふうに思っているところです。で、1日1往復ですね、東京羽田とワシントンの間で ANA が飛ばしていて、あとねワシントンにはユナイテッド航空も羽田線運航しています。日本航空は就航していないですし、アメリカン航空、デルタ航空、こういった航空会社も日本路線は持っていません。ワシントンから日本に飛ばしているのは ANA とユナイテッドの東京羽田便が1日1便ずつのみですね。今回は ANA を使って東京羽田空港まで帰るということで、ワシントンダレス空港を12時15分発かな、昼出発で日本に夕方前15時ぐらいに到着する便になります。今日そこそこ風は吹いてるんだけど、温度めっちゃいい感じですわ。天気も超快晴で気持ちいいですね。アメリカの国旗もなびいてます。ではこのままターミナルの中入りましょう。ターミナルなんですけども一つしかないのでめちゃくちゃ分かりやすいと思う。他のまあニューヨークとかと比べるとね全然コンパクトでいいですね。ターミナルの中に入りました。今回のフライト12時15分発で ANA のチェックイン開始は3時間前つまり9時15分からの開始で、今がね午前9時なんですよね。あと15分ぐらいチェックインカウンター開くの待たないといけません。オンラインチェックインができるはずなんだけど、なぜか弾かれてできなかったんで、ちょっと今回空港のチェックインカウンターで、ね、搭乗券を受け取る必要があります。で、このダレス空港なんですけども、またこんな感じでねすごい質素な感じの作りではあるんだけど、アメリカの空港って大体どこもかっこいいよね。今手前大韓航空のマークありますけども、大韓航空もソウルに飛ばしてますね。アシアナは就航していません。 ANA は奥の方のねチェックインカウンターを使っているということで、奥の方まで行こうと思います。ANA のチェックインカウンター着きました。あと15分でカウンターオープンするんですけども、もうエコノミーのところ結構列できてますね。で、奥がスターアライアンスゴールド用で、あとダイヤモンド用のレーンも用意されています。今回787です。機材はビジネス、プレコ、エコノミーの3クラスで、今回ビジネスクラス予約しています。はい。で、ワシントンダレス空港のマップこんな感じになってますね。チェックインカウンターは1、2、3、4つと島分かれていて、 ANA は3番使ってる感じですね。なんかこういう感じで航空会社を表記するのあんま見ないよね。すごいなんかスタイリッシュでかっこいい。 ANA のマークもしっかり入ってます。なんかエアチャイナのマークとかも入ってるんだけど、実際にはエアチャイナ今はね運休してるみたいで、ワシントンには就航していません。はい、まあ、こんな感じですね。アメリカに関しては出国審査っていうのはないので、国際線も国内線も出発便同じなんですよね。なのでゲートもこんなにいっぱいありますけども、これは国内線国際線共用になっていて、実際のところこのワシントンダレス空港国際線はね夕方以降かな、夕方夜に、大西洋横断路線ですね、ヨーロッパ方面へのフライトが集中しています。逆に太平洋を横断していくような路線はめちゃくちゃ少ない。 ANA とあと大韓航空、ユナイテッド航空の羽田便とかぐらいなんじゃないかな。かなり少なかったはずで、午前中と日中はね国際線のフライトっていうのは少ないです。ちょっと早いんですけども9時5分ですね、チェックイン開始しまして、無事に、ね、チェックイン作業も終わりました。搭乗券も発券してもらっています。で、まあ、今回ビジネスクラススタッカードシートなんで完全のフルフラットになる座席ですね。121の座席配置なんですけども、1番の A を指定しました。今回僕ね航空券かなり直前に取ったんで、最初もう窓側指定できなかったんですけども、あの1番の A 席ですよ、いわゆる VIP のために直前までブロックしてある席っていうのがあるんですけども、まあ、それがね大体1日前オンラインチェックイン開始と同時に開放されるんですよね。で、僕あのステータスあるから開放されてるのか、一般ステータスない人にはね開放されていないのかもしれないけども、とりあえず僕は一応ステータスあるんで開放されてて、その 1A を指定しました。なので今回はしっかり窓側でね帰国することができます。はい、まあ、1A の座席は以前から多分1、2回動画にしたことあると思うので、まあ、またそちらでもね詳しく、見ていただけたらと思います。今回はもう軽くやっていきましょう。もうスタガードシートの動画もね今まで何度も上げてるんで、今回は座席の紹介とかはもう結構軽めにパパパッとやれたらいいかなっていう感じでやっていきます。ではもう早速ですが、保安検査抜けて制限エリアの中入りましょうか。先ほども言いましたが、アメリカはイミグレはないので出国審査っていうのはね保安検査だけ受けて中に入るだけで OK です。保安検査抜けて制限エリアの中入りました。いや、ニューヨークとかと違ってね空いてるんでいいですわ。はい、で、フライトスケジュールなんだけど、そうだ、アメリカはアルファベット順に並んでるんで T は最後の方ですね。あったあった、ここ東京羽田行き、下から4つ目の今回 NH101 便に乗ります。で、20分じゃないわ、10分後にユナイテッド航空の羽田行きもあるんですね。
今回僕は乗るのは上ですね。 NH101 便12時15分発 B の41番ゲートからの出発です。で、今いるのがメインエリアで ABCDHZ といろいろ分かれていくんですけども、ANA の指定ラウンジは BA エリアにあるバージンアトランティックのラウンジ、もしくはターキッシュのラウンジなんですけども、 D のエリアにユナイテッド航空のラウンジがあるんですよね。で、ユナイテッド航空のラウンジの方にはビジネスクラス用のポラリスラウンジっていうのがあって、まあ、同じ ANA もユナイテッドもスターアライアンスですから、そのポラリスラウンジをね、 ANA 便のビジネス使うときは使えるんですよね。なので今からゲートエリア D の方まで移動してポラリスラウンジに行きます。空港流れつながってるからね。あ、これだ、シャトル2デーゲートって書いてるね。あと1分50秒で発車するみたい。あ、これ乗り物なんだ、面白い。すげえ、こんな乗り物があるんだ。こんな移動手段初めて見た。なんかバスか電車かよくわかんない。バスって言っていいのかな。え、あ、滑走路の中横断していくんだ、面白い。まあ、普通ね、だいたいターミナル間の移動とかってさ、地下を走る列車使ったりとかそういうのが多いと思うんだけど、これいいね、面白い、便利だね。あ、また来た、反対側から。へえ、あの空港でよく見るケータリングとかを運んだりしてるトラックとかあるじゃないですか、あれに乗ってるみたいな感じ。なんかこのままも飛行機に連結できそうな、連結というか接続できそうな感じの乗り物ですね。で、今から行くこのユナイテッドポラリスラウンジなんですけど、ユナイテッド航空のラウンジって2種類あって、ユナイテッドクラブとユナイテッドポラリスラウンジっていうのがあるんですよね。で、ユナイテッドクラブはスターアライアンスゴールドとかステータスで入ることができるんですけど、ユナイテッドポラリスラウンジに関しては長距離国際線とか中距離国際線のビジネスクラス、ファーストクラス利用する人専用のラウンジになってます。なのでステータスでは入れないラウンジなんですよね。で、まあ、同じスターアライアンスの ANA のビジネスクラスを今回使うということで、ユナイテッドポラリスラウンジに行くことができます。絶対そっち行った方がいいよ。ターキッシュのラウンジとかね、正直あのプライオリティパスで入れるラウンジなんで。おお、曲がるのか。飛行機と並走、飛行機よりもこっちの方が高いね、位置が。面白いね、この乗り物。おお、すごい乗り物ですね、これ。面白かった。おお。C、D のエリアに着いたんですけども、めちゃくちゃポラリスラウンジが遠い。これまたね、後で A、B のエリアの方に戻らないといけないので、ANA のゲートはね、B の41なんでね、ちょっと早めにゲートに行く必要はあります。ユナイテッドポラリスラウンジの表示にした、ね、従って進んでいくだけなんですけども、もう結構歩いてるよ。バス降りてから5分ぐらい歩いてるかな。めっちゃ広い、制限エリア内は。外はね、結構ね、こじんまりとしてるんだけど、中は超広いって感じだね。着きました。ユナイテッド航空が誇るユナイテッドポラリスラウンジになります。久々だな、ニューアークとかシカゴの行ったことあるんだけどね、朝の5時半から夜の10時まで営業してるみたいですね。ではこちら入りましょう。ラウンジの中すんなり入りました。先ほども見ましたけども、この時間帯ほとんど国際線ないんですよね。で、このポラリスラウンジに関しては国内線は対象外になります。長距離中距離国際線でビジネスクラス以上に乗る人用のラウンジになってくるので、そういったフライトが今全然ないんですよ。で、しかもスターアライアンスだけなんで、めちゃくちゃラウンジ内空いてます。ユナイテッドクラブの方はね、国内線も共用になってるんでかなり混んでると思うんだけど、この時間帯最高ですね。ちなみにいろいろ調べると夕方以降はこのラウンジめちゃくちゃ混むみたいです。はい、なので今の時間帯で入ることができる ANA は最高です。で、しかもね、一応 ANA の指定ラウンジとしてはここじゃないので、まあ、このポラリスラウンジの存在とかを知らないとね、わざわざここまで来ようって多分ならないと思うんですよね。そういった案内も一切ないんで。なのでこの動画を見てね、知らなかったという人も参考にしていただいたらと思います。もちろんシャワーもあるし、ユナイテッドポラリスラウンジにはダイニングがあります。レストランみたいなところで無料でね、食事いただくことができるんですよね。もちろんそちらでちょっとね、今から朝食をいただこうと思ってます。僕は今回ちょっとダイニングで食事いただこうと思ってるんですけども、もちろん普通のラウンジと同じくビュッフェもあります。今は朝食の時間帯ですから、朝食メニュー並びますね。昼食とか夕食の時間帯になるともっとホットミール増えるのかな。サラダとかもたくさん用意されてて、
や、 やっぱねポラリスラウンジはマジでレベル高い。ユナイテッド航空ねポラリスラウンジの食事とか普通に美味しいのに、なぜ機内食は残念なものになるんですかね。本当に謎。ベーコンとかポテト、まあアメリカっぽいよね、ハンバーグ、ソーセージ、オムレツかな、スクランブルエッグとかもあります。あとはワッフルとかね、でもちろんグモニーバーカウンターもあります。ニューヨークとかシカゴだとこのダイニングルーム1時間以上待ちとかなんだけども、ワシントン誰もいません。サクッと朝食食べましょう。案内されて座席に着きました。メニュー載せておきます。これらのメニューに加えて、あとドリンクもね、もういろんな種類あります。アルコールもね、ソフトドリンクもいろいろあるんですけども、今回ちょっと朝食ということでね、コーヒーだけお願いしました。あとブレックファーストですね、 IAD ブレックファーストっていうのと、あとポーチドエッグがあったんで、そちらも注文しました。ランチタイム、ディナーになるともう少しね豪華なメニューが提供されますね。で今スタッフの方に、今の時間帯全然人いなくて超ラッキーな時間帯だよって言われました。夕方以降はめちゃくちゃ混むらしい。やっぱこの時間帯最高ですね。この時間帯のスターアライアンスは本当ユナイテッドとあと ANA とかしかないんじゃないかな。最高の時間帯ですね。食事提供されました。今回なんですけども、まずこちらですね、 IAD 空港、つまりこのワシントンダレス空港限定の朝食サンドイッチになっています。昼食の時間帯とかになるとね、あの有名なポラリスバーガーとかがあるんだけども、あれ美味しいんですけどめっちゃ量多いんですよね。ちょうどいいわこれぐらいの量が。卵だね、卵、ベーコンも入ってる。でアボカドもいろいろと乗せてくれてるね、うん、でもう一個ね、ポテトの上にポーチドエッグ。このポテトちょっとピリッとするみたいです。でもめっちゃ美味しそうだね、匂いがいいわ。でドリンクなんですけどもね、コーヒーだけいただきました。やっぱアルコールとか勧められたんだけど、ちょっと朝からねアルコールはさすがに控えるっていう風に言いました。ここのスタッフさんめちゃくちゃね喋りかけてきますね。東京まで何分かかんのとかって言うとめちゃくちゃオーバーにリアクション取ってくれるんで、なんか喋りがいがねありますわ、うん、はい、ということでこちらがポラリスラウンジのダイニングの食事です。食事終えて出てきました。また外に出てきてもねコーヒー飲んでるんですけども、最後ねチップだけ払ってきました。まあね、入ったところでチップ払う必要はないと思うんだけども、まあ、すごい感じのいいねスタッフの方だったんで、はい、10ドル札ポンと渡してきました、はい、ということで、あとね出発まで、まあ、1時間半ぐらいあるのかな、搭乗開始まで。このラウンジでゆっくりと作業でもして待とうと思います。しつこいですけども、あの ANA 便を使ってね日本に帰る方、ビジネスクラス利用する際はぜひこのポラリスラウンジ来てみてください。正直ユナイテッドクラブ行くぐらいだったらターキッシュのラウンジとかでも全然いいと思うんだけど、ビジネスクラス行く方に関してはこのポラリス使えるんで絶対ここに来るべきです。絶対このラウンジが一番いいですからね、このワシントン空港の中で。はい、空いてるしね。ラウンジとはね本来こういうもんよね。快適に広々とゆったりとくつろげる。もうねめちゃくちゃ混んでるラウンジはね居心地悪くてね全然くつろげないですよね。今の時間帯のこのポラリスラウンジ本当に最高。今までねポラリスラウンジももう何度か使ってきてるんだけど一番いいわ。まあこれも午前中だからこう言えるだけであって、夕方以降になるとめちゃくちゃ混むらしい。このラウンジもう席もねかなり埋まるみたいですけど、満席になることはないんじゃないかな、かなり席数あるし。さっきも言いましたけど、スターアライアンス系のビジネスクラス、ファーストクラス利用者しか使えないので、そういった人限られるからね、基本的にね。はい、まあこんな感じです。見てもらったら分かる通り、半個室みたいな座席もね、あります。もちろんね、シャワールームとかもね、備えてますから、フライト前にシャワー浴びたい人は浴びてください。もう僕はさっき朝浴びてきてるんで、もう今日シャワーはいいです。作業してたらですね、あのスタッフの方がね多分暇なんでしょうね、めちゃくちゃね構ってくれるんですよね。で、あの僕動画撮ってることもうバレてたんで、あのシャワー撮らなくていいのって言われてね、ああ浴びるつもりなかったんけどなーとも言いつつも、ああじゃあ行くよってねシャワールームの方まで来ました。なのでちょっと一風呂浴びますわ今から、はい、こんな感じですね。シャワールーム合計7部屋あるみたいで、仮眠室もね用意されています。今の時間帯だともちろん仮眠室も使えるんだけど、もう僕言うて搭乗開始があと1時間しかないので、今回ちょっと仮眠室の方はね断りました。すごいホスピタリティ高いね、いいわ。はい、こんな感じで、ハンドウォッシュとあとローションかなが用意されてますね。歯ブラシとかそういったのも
受付の方で言うといただくことができます。まあ、僕はマイ歯ブラシとかがこのポーチの中に入ってるんでね、断りました。はい、こんな感じですね。ということで、一っ風呂浴びて、もうそろそろ搭乗ゲートの方に向かいます。シャワー浴びてさっぱりしてきました。今ね、もう11時20分過ぎてるんで、まあ、そろそろゲート向かいましょうかね。さっきも言いましたけども、ここね、C、D エリアなんですよね。ANA に関しては A、B エリアから出発なんで、また列車内やバスを使って移動する必要があります。ワシントン、ダレス空港のポラリスラウンジ、めちゃくちゃ居心地よかったです。本当おすすめのラウンジなんで、ぜひね、利用する機会ある際は利用してみてください。快適なポラリスラウンジを後にしてゲートに向かいます。ちょうど反対側にユナイテッドクラブがあるんですけども、こっちはね多分かなり混んでるんですよね。国内線でも使えますからね。さっきも言いましたが、アメリカの空港は国内線も国際線も出発は共用なんで、ラウンジももちろん共用になります。ポラリスに関しては国際線でしかね使えないので、国内線利用者はいません。では行きましょうか。さっきはねバス使って移動したんですけども、ちょっと今回歩いて移動しますわ。さっきのラウンジを出てから何分かかるか一応計算しています。地下鉄も走ってるんで、まあ、地下鉄って もちろん無料で乗れるんですけども、それを使ってね移動することもできますね。結構歩いてる人も多そう。まあいろんな行き方があるっていうのはいいよね、一通りじゃなくて。列車に乗って B ゲートのエリアまでやってきました。結構遠かったね、普通に。もうラウンジ出てから10分以上経ってます。まあ、これは ANA がね指定ラウンジにしない理由も全然納得いくね、こうだと。到着。ではゲートまで歩きましょう。 B の42番です。マジでこの空港広すぎません？あの制限エリア外めちゃくちゃねこじんまりとしてるのに、制限エリア内びっくりするぐらい広いわ。ギャップがすごいね。で B の42番なんで、ここからまだちょっと歩きますね。はい、ただでももうそんな遠くないかな。免税店とかレストランとかもいろいろあります。いや、ワシントン、ダラス空港面白いね。なんかいろんな国の国旗があるけど、日本の国旗もあるわ。スペインとかドイツとかね、アメリカもちろん、スイスとかイギリスとかイスラエルもあるね。ずらっと国旗が並びます。いいなあ、この景色好き。あ、エミレーツがいる。 A380 ですね。もちろんエミレーツも来ています。まあ、日系が就航するような場所はエミレーツとかは来てて当たり前みたいなところありますよね。カタールとかもね。ルフトハンザのセンターラウンジがあります。ここもね、あのスターアライアンスのステータス持ってるとね ANA 利用時使うことができますが、12時から夜の10時までだから無理だわ。そうだ、 ANA の出発が12時15分なんで、まあ、遅延してたりすると使えるって感じかな。まあ、ルフトのラウンジ正直微妙ですね、個人的には。ありました、ターキッシュエアのラウンジですね。 B の41番ゲートのすぐ近くにターキッシュのラウンジ構えています。ここプライオリティパスでも入れるんで、まあ、ステータス持ってない人でもね関係なく入れます。プライオリティパスさえ持っていればね。見た感じちょっと狭そうだけどね。はい、ということでちょっともう今回寄ってる時間ないんで通過しました。42じゃなくて41でした、すいません。うわ、もうすでに並んでますやん。まあでも死に急いでね早めに乗る必要は特にないので、さっき飛行機の写真撮りたい。残念ながら飛行機の写真撮れないわ、ここボーイング787-9になります。まあ、東京ついてからね写真撮りましょう。 B の41なんだけど、でも43につながってる、よくわかんないわ。13共用なんかな。787-9でビジネス、プレコ、エコノミーの3クラスです。まあ、ビジネスクラスはスタッカードタイプ、フルフラットシートになっていて、121の座席配置なんですよね。で、今回は1番 A を指定しています。で、サイドテーブルがあるんだけど、サイドテーブルがちゃんと通路側に来る座席ですね。椅子自体は窓側にあるシート、こちらをね選択してます。 C 席とかになってくるとサイドテーブルが窓側に来るんで、窓側なんだけども通路側みたいな席になっちゃうんですよね。それがちょっと嫌だったんで今回は 1A にしました。11時45分搭乗開始、12時15分発の NH101 便東京羽田行きです。11時45分しっかりと定刻に搭乗が始まりました。乗りましょう。一番前の席なんでね、もう入ってすぐです。機内入りました。今回は 1A ですね、1番の A 席になります。
早速 CA さんからの挨拶等もありました。本日ビジネス満席です。 1A なんで隣席ないんですよね。真ん中の列は2列目から始まるんで半個室みたいな感じになってます。隣壁なんでね。足元は超広々フルフラットなんでね。座席上にはですねシーツ、あとブランケット、枕、アメニティポーチ、ヘッドホン、スリッパが用意されてます。まあ、スリッパはちょっと後ほど使いますわ。離陸するまではちょっと靴履いたままの方がいいと思うので何かあったらあれなんでね、ちょっとまた今から靴履き直します。サイドテーブルこんな感じですね。安全のしおり立てかけてます。ボーイング787のダッシュ Q、まあ、ANA の主力機ですね。コンセントとかもこの部分についてます。早速ねペットボトルの水もらいました。コントロールパネルはここにね集約されています。まあ使いやすい座席ですよ。まあ、最新のザルームとかと比べると若干狭いですけども全然スタッカードシートでも十分快適です。結構好きですねこの座席。これで約14時間東京に帰ります。ウェルカムドリンクいただきました。オレンジジュースかね、スパークリングワインだったんでオレンジジュースにしました。お酒はね上空で飲みます。プッシュバック早すぎて笑う。アメリカに到着または出発する航空機内での出入は法律で禁じられています。機長は林、チーフパンサーは前田でございます。帝国よりも早く出発できてますね、素晴らしい。手荷物は重ねないように座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front and do not stack items on top of each other as they may fall out. 通路や地上付近には手荷物を置かないでください。 Nothing should block the aisle or exits. 離陸着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table.ユナイテッド機がずらっと並ぶ姿は壮観ですね。ちなみに東京行きのユナイテッドは10分後に出発で機材は777になってます。ビジネスクラスに乗るとアメニティセットもらえるんですけど、グローブトロッターじゃなくなったんですね。なんか前のやつの方が個人的には好きかな。一応リップバームとかボディーローションは入ってるみたい。まあ、あとはね歯ブラシとかマスク、アイマスクとかそういったのが入ってます。まあいいや、明日東京で会う人にあげよう。滑走路にゆっくりと進入します。
なんかすでに結構揺れてるんだけど、この雲見た感じ共同フライト結構揺れそうだな。一応ねフライト時間は12時間と56分ってなってるね。多分実際にはねもう少しかかると思う。13時間少々はかかるはずなんで、まあ、この後気づかないうちに時間がしれっと伸びてると思います。アメリカの東海岸ワシントンと日本の時差は13時間ですね。日本の方が13時間進んでるんで、今東京は深夜の1時28分です。まあ、この後ねすぐに機内食が提供されると思うんですが、まあ、メニューの写真貼っておきますけども、和食と洋食からね選択できます。で、まあ、今回はアメリカ初なんで、まあ、やっぱ洋食にしようかな。牛フィレ肉にお願いしようかなと思ってます。で、ブレッドをねご飯と味噌汁漬物に変えることはできるので、それに変更するつもりです。ドリンクメニューに関しても今貼っておきますわ。まあ、もちろんビジネスなんでアルコールの種類もかなり豊富。まあ今日はね長いフライトなんでまったり行きましょう。離陸してだいたい10分ほどでベルトサインが消えました。カーテンも閉まりね、 CA さんは多分機内食の準備してくれてると思います。まあ、ここ一番前なんでトイレが目の前にあるんですよね。なので結構人通りは多いです。まあもうそれはね仕方ないね。トイレの方に行きました。本日ビジネスクラス満席なんで、普通にビジネス専用のトイレでもね結構並んだりしますね。はい、ということでちょっとトイレ済ませます。ビジネスクラスのトイレには、まあ、こんな感じで歯ブラシとか、あとはフェイスボディシート、マウスウォッシュ用意してくれてます。なので、まあ、アメニティポーチの中に使わなくてもねトイレに来れば用意されてるんですよね。はい、こんな感じ。あと日系なんでウォシュレットもついています。で、ボーイング787なんだけども、トイレのこのね、ブラインドに関しては手動なんですよね。なので、いいね、これ。景色見ながらトイレをすることできるっていうね。こんな感じになってます。エコノミーこんなんないよね。787って。まあ、あったらごめんなさい。よし、パッと済ませて戻ります。離着陸の時はねこのモニターの上のスペース使えないんですけども、離陸して上空飛んでる時は使うことができるんで、寝具とかをね上に上げています。これね一番前の席だけの特権ですね。他の席ではできないですね。ということでもうすぐに機内食の提供が始まります。まずはアミューズからの提供なんですけども、右スモークサーモンですね。で、左がブティッシュに詰めたポークパテと鴨の生ハム。
結構 ANA のアメューズってアイガモとかね、カモ出ること多いよね。あとスモークサーモンもなんか割としょっちゅう見かける気がする。ドリンクはシャンパン、あとお茶もらいました。今はだいぶ揺れ落ち着いてるけど、離陸した直後はね、少し強めの揺れがね続いてました。 1A は一番最初にサーブされるんで、さっさっさと食べたい人にはおすすめですね。前菜が提供されました。本日は洋食を選択しているということで、ホワイトアスパラガスと生ハムですね。手前はホタテかな、まあ、いかにもアメリカっぽい前菜ではありますけども、美味しそうですね。メインディッシュが提供されました。今回なんですけども、牛のフィレ肉になります。で、本来だったらブレッドが提供されるんですが、今回はご飯と味噌汁、そしてこのものに変えてもらってます。やっぱりね、個人的に肉はねご飯と食べたい派なんですよね。で、結構少なめに見えるんですけど、これかなり肉厚なので割とね量ありますよ。まあ、フィレ肉ということで柔らかくてね、ほんと美味しかったですね。で、添え物の野菜はジャガイモと、あとは玉ねぎになってます。あったかいお茶ももらい、やっぱね、肉とご飯って本当に合うよね。で、ご飯、味噌汁、漬物、もうこれに関しては日系エアラインが一番うまいです。外資系エアラインでもね、日本線でご飯とか味噌汁提供してくれたりすることもあるんですけども、やっぱ日系には勝てないよね。アメリカ発でも十分なクオリティでした。まあ、ANA も JAL もね、ここ最近は海外初の機内食のレベルかなり上がってきたなって感じますね。美味しかったです。デザートなんですけども、フルーツの盛り合わせかティラミスか、あとはチーズ、この3種類から選べたんで、今回はティラミスにしています。で、普段だとコーヒーにするんですけども、ちょっと今回はね紅茶いただきました。あとチョコレートもねくれましたね。これにて県内食は終了。なかなかボリュームもあってね、大満足です。ごちそうさまでした。機内サービスも一段落つきまして、機内の照明もね暗くなってます。ちょっと一番前なんでね、なかなか分かりにくいと思うんですけどもね、もう残り10時間3分ですね。離陸してから3時間ぐらいが経過してます。まあ、今日本時間で早朝の4時とかなんで、まあ、ちょっと寝といた方がいいね、仮眠ドローということで、もうベッドポジションにしてます。これね、あの東京西川のシーツなんで、結構ね寝心地いいんですよね。日本航空はエアウィーヴ使ってますよね。10時間か、あっという間ですね。ここ最近ねフライト、なんか全体的にどのフライトもそうなんだけど、結構揺れるんですよね。ちゃんとね毛布の上からねシートベルトしっかりして寝ましょう。カタール航空とシンガポール航空でも負傷者出る事故がありましたからね。やっぱフルフラットなんで、まあ、エコノミー3席独占と比べても全然こっちの方が快適ですね。ギリ寝返り打てますから、ビジネスはね。ファーストクラスになると余裕で寝返り打つことができます。まあ、そこがファーストとビジネスの違いかな。なんか縦の長さ自体はねあんまそんな変わんないですけど、横幅がねやっぱビジネスとファーストってかなり差があるなって感じます。まあ、同じビジネスでもこのスタッガードと ANA のトリプルセブンの新使用機にあるザルーム、また全然違うんですよね。ザルームはアメリカ路線だとシカゴとか、あとはニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、こういったところに投入されてて、まあ、今回みたいなワシントンとかヒューストンみたいにそこまで需要がない路線では、まあ、このね787が使われてます。まあ、需要がないって言ってもねかなりの搭乗率ではあるんですけどもね。
やっぱりまあニューヨークとかサンフラ、ロス、シカゴの方が、まあ、都市の名前としても強いからね、そっちの方に新型機っていうのは投入されますね。ということで3時間ぐらい寝ようかな。おやすみ。おはようございます。めっちゃ寝てた。あとね、もう5時間ってことは5時間ぐらい寝てたんかな。3時間ぐらい寝るつもりが。ビジネスクラスマジで快適。一回もね目覚めてないですね。なんかね、夢の中で飛行機乗ってたんですよね。なんか嫌になってくる。現実でも飛行機乗りながら寝てたら、夢でもね飛行機に乗ってる夢を見るっていうね、もうどないやねんって感じですけど、もうワシントン出発して8時間以上経過しています。めちゃくちゃすっきり。残りのフライト時間が5時間1分ですね。今は太平洋上飛行してる感じかな。ちょっと小腹が空いたんで軽食食べようかなと思ってます。軽食のメニューは貼ってある通りですね。まだ結構寝ぼけてるな。到着予定時刻は少し伸びて2時半になってますね。機内の照明はねずっと真っ暗です。トイレに来たんですけども、トイレの近くのギャラリーのところにね、こんな感じでいろいろと用意してくれてますね。マスク、アイマスク、あと ANA のオリジナルアロマとか、ハンドクリーム、耳栓とか、クッキーとか、米菓子かな。綺麗に並べてくれてます。ギャラリー、こんな感じですね。ANA のボーイング787のスタッカードシートって、まあ、大きく分けて2種類あるんですよね。で今回の787は比較的新しいタイプなんで、テーブルはねこの横からフィッと出すタイプのテーブルになってます。まあ、少し古めの787、あの 787-8 ですね、メキシコシティ戦で使われてるやつとか、ああいった787になってくるとテーブルはね横からじゃなくて前のモニターの下からね引っ張り出してくるようなテーブルになってるんですよね。個人的にはこの新しいタイプの方が好き。この前から引っ張り出してくるタイプのテーブルはね縦に長いんだよね。横幅そんなないって感じなのであんまり好きじゃない。でしかもねコンセントもこのモニターの下についてるんでちょっと使いにくいんですよね。この新しい787の方が個人的に好きですね。まあ、それ以外の座席の作りとかはすごく似てるんだけども、まあ、サイドテーブルの色がこの新しいタイプはなんていうの、その木目調というかそういった感じの色なんだけど、古めの787のビジネスのスタッカードになってくると真っ青ブルーなんですよね。まあ、そういった違いがあります。軽食頼むとすぐに持ってきてもらいました。 ANA ではおなじみの一風堂のラーメンになります。
まあ、機内でね豚骨ラーメン食べれるということで、なんと贅沢なことでしょう。でこれがね、まあ、今までこんななかったと思うんだけど、おにぎりセットになってます。おにぎり2個ですね。あいはちょうどいいサイズ、うん、なんか3つ4つ食うのかなと思ったら2個なんで、ラーメンとご飯って合うよね。罪な食べ方よ。めちゃくちゃ機内ラーメンの香りが充満するんだけど、結構周りの方も起きてるんで、さっき僕が注文した後にね、あの CA さん呼ぶボタンがポンポン鳴ってて、多分他の方もいろいろとね注文しだしたんだと思います。いいね。あとだいたい4時間半ぐらいなんですけども、アイスクリームと香るこぼすいただきました。アイスクリームはハーゲンダッツのアメリカバージョンなんでデカめですね。あと ANA のオリジナルドリンクの香るこぼす、まあこれ食べてね、飲みながら映画でも見て過ごします。今だいたいね着陸まで3時間前なんですけども、もう機内に照明ついて着陸前の機内食のサービスが始まるみたいです。本来だと、まあ、2時間前ぐらいからなんだけど、今日台風の影響でこの後かなり揺れるみたいなんですよね。なので普段よりも1時間少々早くサービスするみたいです。まあ、また和食か洋食選択できるんで、今回ちょっと和食の方をね選択しました。到着予定時間2時半ですね。着陸前の機内食が提供されました。今回和食を選択してるんですが、メインこちらですね、メカジキの幽庵焼きになってます。小鉢は白滝と明太子ですね。味噌汁もいただきました。正直腹はほとんど減ってないんですけども、まあ、せっかくなんでねいただきます。ドリンクはお茶です。機内食サービス終えて回収された瞬間にめちゃくちゃね強い揺れがね襲ってきました。今かなり揺れててベルトサインもついてます。もうサービスも一時的に中断ですね。コンピューターの予測ってすごいよね。デフライト時間もまた少し伸びてね、あと2時間7分になりました。到着は45分ぐらいになりそうですね。一応雲の上飛んでるんで、まあ、外だけ見るとねすごい青空広がってて、ええ天気やんってなるんですけども、まあ、この下は結構荒れてるみたいですね。これも全部台風関連の雲なのかな。まあ、ここから先もう東京羽田空港到着するまでずっとこういった揺れが続くみたいです。多分ね僕のところはもう機内食終わりましたけど、まだ後ろのブロックとかはまた機内食食べてる人とかもいると思うんですよね。ちょっと大変ですね。でやっぱ1A ねいいね、うん、あの長距離線とか、まあ、特にね中距離線でこの1番の A 席っていうのは発行力発揮してくると思うんだけど、やっぱね一番最初にサービス始まって一番最初にサービスが終わるんで、睡眠時間とかもねしっかり確保できます。まあ、ただですね日系エアラインって、まあ、結構一つ一つね丁寧なので、外資系エアラインと比べてもね機内食のサーブとかに時間かかるじゃないですか。なので後ろの方の席とかに座ってるとね、本当機内食が出てくるまでかなり時間かかったりして、もう一番前の人とねもう30分から1時間近く下手したら差が出ることもあったりするんだけど、まあ、東南アジア路線とかね結構短いじゃないですか、7時間とか でそういった睡眠をねちょっとでも確保したいようなフライトの時はこの一番前の席っていうのは本当にいいと思います。まあ、今回みたいな長距離戦はねあんま関係ないかもしれないけど、
まあ、取れるんだったらね、ぜひ一番の A 席おすすめですね。トイレも近いし、まあ、出口も近いし、ただまあちょっと人通りは多いってぐらいかな、うん、これがねザルームみたいなねドア付きとかだったらもうマジで関係ないからね、人通りとかも。まあそろそろねこの787の座席もね回収が入りそうな気もするんで、 ANA さんどうしてくるんかな、次の787のビジネスクラスシートはね、まあ、多分扉付きにしてくると思うんだけど、楽しみですよね。まあでもまだこのスターカード使うのかな、それもちょっとわかんないけどね、まだまだ全然使えそうな感じではあるから、まあ、というわけで、まあベルトサインはついてるけどね、リクライニングとかは全然倒していいのでゴロゴロ過ごします。あとだいたい1時間と47分ですね。一応揺れも収まり、ベルトサインも消えて、最後ね紅茶もらいました。もうだいぶ日本の領空まで来てるのかな。日本は台風の影響は特にないみたいですね。全然日本の天気追ってなくて分かんなかったんだけど、もうとりあえず台風のエリアは抜けそうみたいです、まもなく。よきよき。紅茶うまいね、最近ちょっと紅茶にハマってる。また強く揺れ出しましたね。ほんとね、最近のフライト揺れが続くね。ベルト着用サイン点灯時間が、まあ、どのエアライン、どの便に乗っても今まで以上に長い気がする。まあ、時刻は午後2時、羽田空港着陸まで、まあ、あとね35分40分弱になりました。もうすべてのねサービスは終了していて、まあ、あとは着陸体制に入るのを待つのみって感じですね。もうねテーブルの上に広げていたコードとかも全部片付けて、僕は降りる準備できました。今またね雲の中を飛行してるんでかなり揺れてるみたいですね。ちなみに東京は雨降ってるみたいです。残念。羽田空港に向けて着陸態勢に入りました。まだ強く揺れ出しましたね。雲が厚くてほとんど地上が見えない。地上が見えてきました。ご覧の通り雲しかない空が広がってます。今日は都心上空ルートとかではなくて普通に海側からの着陸になりますね。もうすでにギアも降りてて、あと2分ぐらいで着陸します。ANA は羽田空港国際線第2と第3 2つあるんだけど、多分ねワシントン線は第3ターミナルに着くはずですね。まだわかんないけど、そういった放送特になかったんで。
着いた。雨降ってるって聞いてたんですけど、もう雨止んでますね。水たまりやば。左奥に見えるのが羽田空港の第3ターミナルです。多分第3に行くよね、このまま。第2に行くんだったらもっと違う滑走路を使うような気もするんで。JAL、デルタとかね。皆様、羽田空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は5月31日午後2時32分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先、電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になることもございますので、どうぞ命ばらくお控えください。飛行機は第3ターミナル111番ゲートに到着する予定です。あ、いいところに着くね。入国審査すぐのとこだ。羽田空港の国際線出発ターミナルは第2ターミナル、下水たまりですね、これ。乗り継ぎのお客様はお間違いのないようご注意ください。皆様、 ANA とスターライアンスパートナーのコードセアリーをご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗を乗務員一同心よりお待ち申し上げます。中国南方航空の787、奥にはアメリカも止まってるね。南方航空のデザイン結構好き。お手前の品どうぞ今一度お確かめください。 Dear passengers, the aircraft will come to stop in a moment. For your safety, please remain seated until it has been turned off the speaker sign. Cabin attendants will conduct the safety duties after the speaker sign is turned off. If you need any assistance, please wait for a moment. 着きました。ビジネスなんで最初に降りれます。降りましょう。飛行機降機しました。111番ってもう入国審査の目の前なんですよ。もう飛行機降りて0秒で入国審査なんで、めちゃくちゃ便利な場所にワシントン線到着できますね。いやー、お疲れ様でした。 J876A、無事に14時間弱のフライトですね。ありがとう。結構揺れてたけども、まあまあ特にねトラブルとかもなく到着できています。ではこのまま日本入国しましょう。日本入国しました。いつも通り羽田空港到着時はね、エンディングは一番上の出発フロアで撮ります。飛行機降りても5分ぐらいでね入国できてます。外国人用のレーンはですねめちゃくちゃ混んでます。今結構到着ラッシュの時間帯なんでかなり混んでるんですけども、日本人用の自動化ゲーンは誰もいませんでした。人がね、やっぱ日本人は海外なかなか行かないということでね、いつでも空いててスムーズに入国することができます。ただ今回のね NH101 便に関しては、まあ、ビジネスクラスに関してはね日本人のお客さんが5割ぐらいだったかな、まあ、全員スーツ着てらっしゃったんで、まあ、おそらく仕事帰り出張帰りだと思います。エコノミープレイコのちょっと客層とか全然分からなかったんだけども、うん、まあ、そこそこ日本人乗ってるかなって感じ、まあ、多分エコプレイコはほとんどが外国人観光客の方なんじゃないかな、うん、で羽田空港で乗り継いで今から東南アジア路線とかに乗り継がれる方もそれなりに多いんじゃないかなと思います。
はい、ということで本日はですね NH101 便ワシントン DC から東京羽田空港まで ANA ビジネスクラス久しぶりに乗ってきましたけども、まあやっぱいいよね、めちゃくちゃ快適でした。もう正直そこまで疲れていない。まあ今回のフライトはね14時間ぐらいのフライトだったんですけども、まあ、日中便のフライトということで、まあ、深夜便とかでもなかったからね、出発も全然ね過酷な時間帯に出発するとかそういうわけでもないので非常に快適だったなと思います。であとポラリスラウンジワシントン、あれもめちゃくちゃ良かったですね、うん、ワシントンのポラリスラウンジ朝行くのがおすすめです。うん、はい、そんな感じで思ったところです。はい、ということで、まあ、ANA ビジネスクラスも今まで、ね、動画で何度も紹介してきましたけど、まあ、安定の良さって感じですね、うん、今回の動画はこの辺で終わろうかなと思います。まあ、特にもう総括言うことがないんですよ、まあ、いつも通りって感じです。はい、食事も今回美味しかったですし、アメリカ発の機内食もねビジネスファーストとかになってくると、まあ、JAL も ANA もそうですけどもかなりクオリティ上がっているって聞きました CA さんにね、うん、まあ、その通りだなと思いました。美味しかったですね。はい、というわけで今回の動画は、ね、この辺で終わりたいと思います。この後ちょっと僕用事あるんでね、すぐ東京都内の方に移動してやっていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。